2018年夏、私たちは下北沢にあるとあるライブハウスを訪れた。そう、彼に再会するために。俺の居場所なんだよな、レコードの溝がさ。彼にコンタクトを取った理由は2つある。1つは4年ほど前に彼を題材にして制作した映画パッキスが東京ドキュメンタリー映画祭で再評価を受け、新宿ケイズシネマで上映されることが決まったということのご報告。そしてもう1つは彼が約5年ぶりに発表したとされる新曲の全貌を確かめるため。そこには4年前の映像に勝る輝きは見られなかった。私たちは新曲You Get について尋ねた。まあ、簡単に言うとかけてるというかさ、いろいろ交わっちゃってるやつなんだけど、まあ、要は出会いだよ。 You Get、 タイトルは聞いての通り銭湯の湯気と英語の You Get を掛け合わせて作られたものなんだけど、文字通り煙に巻かれちゃいけないなって僕は考えてる。どういうことかっていうと、クセナキスの音の組はジョージ・マチューナスのフルクサス運動を咀嚼した上で日本語ラップに置換したものだと思うんだけど、重要なのは歌うたびに歌詞のメロディーもじゃんじゃん変わっていくっていうことなんだよね。さらに突っ込んで病気のことも聞いてみようとしたが、病気そんなもん関係ない。もはや当時のように明け透けに話してはくれなかった。それでもパッキスさんは上映祝いに新曲を披露したいと申し出てくれた。私たちはそこにかつてと変わらぬ彼の無尽蔵のサービス精神を見る思いがしてすこぶる嬉しかった。それではお聞きください。パッキスさんで You Get。ある日銭湯に行った俺、いつか君に会いたいと誓った俺は君に出会った、出会ってしまったんだ。譜面に移し替えないし、多分本人も覚えてないんじゃないかな。手法的には即興ってことになるんだけど、これは一見何も考えてないに見えて、実は相当深く構築された実存主義的なアプローチなんで、僕らも聞くたびにああでもないこうでもないって言えるんだよね。You get, you get, you get。 Nobody, nobody、 誰もいない。